ちは。私たちセレッソ大阪サカイレディースは4月からリーグが始まり、最初は初勝利がすごく遠くて連敗が続きました。チームも個人も状態が悪い日々が続きました。そんな時でもいつも応援してくださったサポーターの方々にはすごく感謝しています。本当にありがとうございました。そしてやっと6月にアウェーで行われたスフィーダ世田谷戦で初勝利をすることができました。去年は大差で負けた相手だったので、勝てたことはすごく自信にもつながりました。この1年間で私たちは苦しさを味わった分試合に勝つことの難しさや練習で得たことを試合に出せた時の嬉しさ、格上の相手に勝つことのできた喜びなど、さまざまなことを学ぶことができました。今こうして素晴らしい環境でプレーできるのもセレッソ大阪に関係する全ての皆様のおかげです。この1年間温かい応援を本当にありがとうございました。私たちは来季も今年以上に頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。一番大事なところのコメントめっちゃ声ちっちゃかったりもしましたけどね。まあでも素晴らしいコメントですよ。はい、1年間格上の相手ね、厳しい1年だったけど戦い抜いたっていうのは素晴らしいですからね。そうですね。またこれからね、一段とまた大きくなってね、そう活躍してほしいですもんね。ぜひ皆さん熱く応援していただきたいと思います。はい、セレッソ大阪栄レディースのメンバーありがとうございました。ありがとうございました。じゃあどうぞお進みいただいて、でこの後なんかゲームとかにもいろいろ参加してくれるということで。そうですね、選手と一緒にまたね。そうなんです、はい、でもいい顔になりましたね今年1年で。で僕